雰囲気変えてね。でも答えるのは書き終わってからにしますからね。じゃあこれ書いてる途中画面出してください。画面じゃあ出してください。画面出してください。はい、はい、今ねすごい悩みながら人だ人ということは分かる。メンズメンズあまり上の方触ってたからね。人間の構造じゃねえ。これはでもちょっと難しいかもしれない。似てるかもしれない。ユッキーっていう話が出てくるね。夜道に周りと話し合って決まってみてください。何か持ってます。何か持ってます。なんだこれこそ。こちらでもう上げてる人がいない。待ってね、書き終わるまで待ってくださいね。え、一本じゃねえか。こう言ってます。ペンこんなになってない。上半身裸ですけど大丈夫ですかね。そのポツポツは何でしょうね、これね。あの首と服の中指がないですね。ハンセル、ハンセル、ハンセルですか、ね、もうちょっとそれなんですか。あ、アンプかな。あ、なんかね、マイクかな。マイク顔顔みたいなキャラクターです。これもなんかのキャラクターですか。ヒゲになりました。オッケー、ポツポツヒゲラ。オッケー、それでは、これもさ、あれじゃない、じゃんけん今結構上げちゃってるからね。俺にじゃんけん勝った人みたいな。そうですね。はい、はい、今手挙げてる人、いくよ。最初はグーじゃんけん、ほい。ほらね、グーの人、グーの人、グーの人、2人いるね。最初はグーじゃんけん、ほい。おー、あ、チェキの人、2人だ。最初はグーじゃんけん、ほい。はい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 。答えは、梅川先生、梅川先生。正解。なんかつまんないですね。もっと、そうね、大正解です。でも、はい、2つ目だからな。2杯目ありですか。2杯目あり、2杯目ありだそうです。よっしゃ。